あ、昨日来た和尚さんが午後様に出てきちゃうんだなって喜んだんだと。お正月の歌から入りたいと思いますので、知っている人おりましたらば一緒に歌ってみてください。お正月はいいもんだ、油のような酒飲んで、コッパのような届くって雪のよう。昨日来た和尚さんが午後様に出てきちゃうんだなって喜んだんだと。どの和尚さんというのは、多分その辺をずっと暗躍して歩く偉いお坊さんで、弘法大師というお坊さんでねえかなっていうことになって、それからずさまもばさまもよ、そのおばんこばんをいただいて、そのおかげで裕福に、そして長よく一生暮らすことができたんだと。川西、昔話の歌が上手でした。3つの話がとても面白かったし、昔の人は字が書けなかったと初めて分かりました。今年4月から本校の月1回のお話シャワーという時間があるのですが、そこに川西町昔語りの方々のにおいでいただいて、川西町の昔から伝わる本当に物語をお話風にしていただいて、子どもたちに聞かせていただいてます。子どもたちもとても興味を持って、聞いています。主に1年生から3年生までの下学年対象なのですが、毎回本当に子どもたち、楽しみにしておいでいただくのを待っているところです。昔話の会の発足は、文化財保護協会の当期間の事業として囲炉裏を囲んで、昔話をしました。その時に町内の人が非常に熱心で、昔話があったらいいな、私たちも語ってみたいなというようなことから、それでは川西にも昔話の会を作ろうということで、会長をはじめ文化財保護協会の方々が一生懸命になって作ってくださったのが、この川西昔話の会でございます。皆さんのご協力のおかげによりまして、昔話の会もみんな仲良く楽しく和やかにをモットーにして、今年で6年になりました。衣を切ったお嬢様には何にもやるものはない、さっさとお帰り、追い出してやったと。陰で見ていたお手伝いさん、ご飯の盛りかけてあった茶碗を持って、お坊様お坊様、私の食べかけのご飯だけのこれで湯があったら食べてください、走り出したと。そこの一軒の宿屋に、それはそれは可愛い女の子が待ってんだと。そしてなんていう名前にしたらいいかなって、あっちこっちと本当考えたんだけれども、あでもね、こうでもねっていうので、なかなか決まんなかったもんだから、その奈良家のご所様さん、いい名前を考えてもらうことにしたんだと。で、言ったらご所様は、はあ、これは可愛い赤ん坊だ。器量よしだ。きっと。大きくなったらば、あっちこっちから嫁に行けろ嫁に行けろっていうふうに言われてねえがっていうふうに言って、それそうだから、この奈良行を離れるんだから、奈良行を忘れないためにも、このお坊さん、おならっていう名前つけたらいいんじゃねえがっていうふうにおっしゃっとくやった。